私は七つの海って書いて七海、どうぞよろしく。私は助けてもらいたくなんかない、自由になりたいだけ。お嬢ちゃん、学校サボったのか。揚げ塾は食べるかい。いいこと君はないの。今日はいい日だった。私は今日から変わるかもしれない。私、久しぶりに笑った。人間ってどうしたら変わることができる。ゴロゴロするんでもちゃんとゴロゴロできるといいから。ナナミちゃんと会う運命だったのかな。うん、きっとそうだ。私たち、ムイ君にひどいことしてしまったんじゃないかな。うわ、君の会いたい人になってあげるよ。人と関わる、分からないことを理解する、新しい世界に入り込むには、はい、では本日の高橋弘樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画関係者の方とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、福間健二監督作品の第2作岡山の娘からプロデュースをしています福間恵子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてなんですけどもね、以前福間健二監督ともリモート、ちょうどリモートでさせていただいてから、パラダイズロストでインタビューさせていただきましたから、プロデューサーの、ね、お名前はちょっと拝見してたんですけども、今回初めてということで、はい、ありがたく思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は映画昨日生まれたわけじゃないという題名なんですけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、母と二人暮らしの中学2年生の少女、ナナミ、彼女は学校に行きたくない、まあ、人となかなかうまくいかない、学校とうまくいかないっていう、はい、その子と、77歳の元船乗りで若い時に妻を亡くした寺田という、はい、この老人と少女が出会って、はい、やっぱりこれからも生きていきたいという希望を見出す物語です。うん、はいですね、監督自身ね、今回もう主演、ダブル主演と言ってもいいぐらいでね、そうですね、演技されてまして、すごく役者さんとしてもできるんやっていうのを今回もともと監督としてお知り合いになったので、あ、役者さんなんだと思いながら拝見させていただきましてどうこう自分で監督しながらどう演技したのかなっていうのをすごくね気になりながら拝見させていただいたんですけども、そういう時はですか、プロデューサーの方が割り演技指導したりとかするんですか、それは。いや、演技指導っていうか、はい、やっぱ本人は監督しながら役者合わせやるっていうのが、はい、とても不安だったんですね。はいはい、だから現場で私になるだけそばにいてほしいって言われてたんですけれども、はい、なかなか小さな所帯なので、はい、そういう時間が持てなくて、はい、でまあここはどうしてもみたいな時はいましたけれども、うん、はい、基本的には守屋二郎役の守屋文雄監督ですね、はい、役者であり脚本であり、はい、彼が福間さんちょっとそこはこうじゃないかっていうような風に、はい、まあその時は監督してくださいました。あ、なるほどね。こう、はい、こう皆さんこうグル仲間でもこうお互いにっていう感じ、ね、そうですね、一応、福間健二監督作品にはなってるけど、割合皆さんで作ったような作品になったっていう感じですよね。そうです、
そうです。やっぱりね、監督しながら演技っていうのも難しいですよね、まあね。ねえ、難しいだろうと思ったし、本人もやっぱ不安だったんですね。でもね、すごくあのいい演技もされてまして、あれなんですけど、まあ、あのどっちかというと、これ、こう現代劇かなと思いつつ、ちょっと福間監督風のファンタジー的な要素もあったのかなっていう感じでは拝見させていただいたんですけども、はい、うん、その辺はどんな感じでしょうかね。まあ、それはなんか常にあるっていうか、はい、あのどの作品にもある部分なんですけれども、はい、まあ、今回はそのやっぱり少女と少年、うん、それからまあ老人たち、はい、でそこにあのその間の世代、うん、っていうことも含めて、そのやっぱりあの、まあ、子供ではないんですけれども、はい、そういう子たちがいるっていうことも大きな、まあ、うん、ファンタジーにつながる部分になる気がします。うん、そうですね。このね、だから主人公の方があの学校に行かない設定になってますけども、その割にしっかりしてますよね。あの、そうですね。だからなんで学校行きたくないのかなっていうのが割に不思議な感覚で。うん、ぐれてるわけでもないし、うん、なかなーっていうのがすごくその辺が我微妙な感じがしますけどね。でも実は今現実には、うん、はい、あのそういう子たちが学校に行けない行かないっていうのはあると思うんですね。なるほどね。うん、あの何かしっかりしてないからとか、はい、あのそういうことではなくて行けないっていう現実は確かにあって、はい、なるほどね、そういう子たちも私たちは知っていたっていうか、逆にこうしっかりしてるから自分の考え方がまあそうはっきりしてるっていうあれですよね。だからそれでいかないっていう意思なんでしょうね、結局その辺も、ね、もあるかもしれませんし、ナナミの場合はあのその辺は曖昧にしてありますけれども、はい、だからまあ先ほどおっしゃったように、まあ、全体的なテーマとしては、まあ、あの生を感じるね、生きるっていうのを感じる作品だったんですけども、あの前半はなんか、ちょっとよりどころって言いますかね、そういうところもなんかキーワードにあるのかなと思いながら、こう、そうですね、人が人に寄り添うってね、うん、そうですね、うん、人はやっぱり人に出会いたがってるっていうか、はい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 、なんかそのきっかけがどこにあるかみたいな、はいはいはい、うん、まあ、その辺が我きっかけがすぐですごく仲良くなっていって、まあ、半分、うん、あの親子の関係でもあるし、その孫とおじいちゃんのなんか関係もあるし、でも最終的になんかこう人と人なんだなっていう感じでね。そうです、年齢とか性別とか関係なくて、てあのこう喋り方も別に違和感ないし失礼でもないし、あ、本当に人と人との付き合いってこうなんだよなっていう感じでね、我本話か拝見させてはいただいたんですけどね。ええ、うん、そんなふうに受け止めていただければもう一番ありがたいです。あ、そうか、もういや、もうそう、そういうふうに撮りましたよ。あの、あ、ほんわか、ほんわかで不思議でっていう感じでですか。ただね、あの終盤30分で我々様子が変わってきて、ええ、で、なんか終始我々不思議な映画だったんですけど、我々さらっとしてて、それなのに先ほど言ったようにもう本当に命を感じる作品でしたね。うん、で、ほんで意外とまあ食べ物が よくね出てね、食べ物映画とも一瞬思ったりするしね、まあ憩いのベンチっていうのも一つね、あって、そこもこの映画の中のちょっと隠れ主役みたいな感じもかなと思うね。そうですね、うん、やっぱりその老人たちが、はい、昨日生まれたわけじゃないっていうのを一人ずつのアップで言いますよね。はいはい、そこなんかはやっぱりこう本当にとても大きなシーンですよね。うん、はいはいはい、うん、ね、それがなんか すごいなという感じでやってて、ね、やっぱりこのもともとやっぱりこう船乗りさんだったっていうところも意味があるっていうねかなっていうね、ここをこう過去の職業を船乗りにしたっていうのもいろいろこの作品に来てるなと思いますね。いや、あれもだいぶ悩んだんですよ。はい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 、何の仕事してたことにするみたいな、うん、
で、まあ結局、七海っていう名前はもう決めてたんですね。はいはい、海ね。はいはい。そうすると、七つの海だから、はいはい。船乗りいいんじゃないかみたいな。なるほど。それで船乗りのことを必死で図書館の本で調べて、はい。で、これ、調理やる人、うん。うん。やるといいかもしんないよ、みたいな話にどんどんなっていったんです。なるほどね。そういう流れで、こう、出来上がったっていう感じですね、うん。そうです。だから、どうですか？だから、うん。だから、この船乗りさんも、やっぱりこう、こう長い間、こう、海の上にいるわけじゃないですか。うん。だからこの、地上、陸に上がった時に、人に会いたくなるっていう、そういうなんか、この、感情っていうのも、過去にあったから、その寄り添うっていうのはこういう年をとってもこう残ってるっていうふうにも取ったんですけどね。なるほど。うん、だから、うん、だからそこはやっぱり船乗りっていう過去の性格が残ってるなっていうのがあって、だからこの、うん、だからこの職業なんかなって思ったんですよね。これまた大工さんとかなってくると、まだこの寄り添う方はないに違うかなとか勝手に思いながらそうですね、うん、構成をしていったりとかするんですよね、うんうん、でも七海はやっぱりこのしっかりしてるけどすごくユーモアがありますよね。そうですね、うん、だから逆にみんなからは逆になんか好かれるね、うん、現像やなとか思うから、その辺がこの登校拒否というところがなんか残念かなと思いながら、そこもまあ不思議な話の一つかなと思いながらね、見たんですかね。まあ、うん、その一つには母とやっぱりうまくいかない。はいはい。で、それとまあ父は、ずいぶん前に、まあ幼い頃に、どこかに行ってしまった、はい、まあ家庭を捨てたわけですよね。はい。そういう過去が、まあ、こう、遠因してることは確かだろうと。いうふうに想像してもらえばいいっていう。なるほどね。なるほどね。で、これね、不思議なところに、その、まあ、美咲さんっていうね、女の方が出てきて、で、この方の存在と、まあ、その、まあ、これは言ってもいいかな、これはネタバレにはなりませんけど、まあ、過去のね、女の人と割合、同一人物というか、が似てるというかね、その辺の存在も、うん、なんか、あ、面白いなっていう感じでしたね。そうですね、うんうん、あのアイデアっていうのもすごいですね。その展開っていうのもなんかすごいなと思ったんですけどね。まあ一方で単純に二役やってもらおうっていうのもあったんですけども、はいはい、うんうん、でもあの絵もだからちょっとすると違和感がある展開になるんですけども、自然とこう、うん、流れに沿った登場であり、こう話の展開にこう沿ってるというかね、そういう物語でしたね。うん、まあそのよく過去として映、はい、すっていうのはありますけど、そうじゃなくて、はい、一応幽霊で出てもらってるんで、はいはい、そこもまあ良かったかと思います。そうですね。でもまあでも結局幽霊なんだけど、本当にもう現実に今も存在してるっていうか、そうですね。ね、その辺が、うん、別に驚きもないし、うん、あ、ずっとそばにいるんだねっていう感じでね、うん、そばにいるっていう表現がそういうああいう表現やったのかなっていう。そうですね、うん、かつその、まあ、そっくりの人だから、うん、でそっくりの彼女が、うん、その七海と親しくなり、はい、でかつ、まあ、二郎さんっていう守屋さんが演じてる、はいはい、でと仲良くなるみたいな、はい、そのままこう幽霊だけれども、うん、現実に生きてる似た人は、うん、そうやって人と人と関わっていくっていう、はい、なるほどね、うん、それでまたこの題名の昨日生まれたわけじゃないっていうところにもね、微妙にね、そうです ね結びついて、なるほどなっていう、うんうん、この題名だけ見てこう見ていくとどういうことになるのかなと思ってたら、全体見終わった時に、あ、この題名の意味が分かるっていうかね、うん、曲に、どうですか、叫ぶセリフでもないんですけども、そういう何かの拍子にそういうことを発したくなるっていう、うん、ね、心境ってたまにありますよね、人ってね。そうですね。
だからもう子供じゃないよっていう、自分には過去がちゃんとあるんだよみたいな、うん、ねだからもう本当になんかほんわりとする作品で、あの、よかったかなと、心地よい作品ですよね。はい、ありがとうございます。まあそう、ね、どうしてもちょっと監督のね、もう遺作的になっちゃう作品ですけどね、なんかそう見ちゃうとこう、なんかまあまあ急病でお亡くなりになったんで、別に案じて演じてるわけではないと思うんですけどね、なんかそれも、あの、矢島根性で見てしまうと、なんか、そういうのもあって、なんか演じられたのかなっていうのもね、勝手にあの思ってしまいますけどね。でね、この撮影の時はね、お元気だったんですよね。そうです。ねびっくりですよね。だからそれで、なんか逆にそれでこの題名っていうのもまた意味深になっちゃうところもあるんですけどね、でもやっぱりあの以前監督とお話しさせていただいた時も本当にもうあのほんわかした方だったんであのもうそのままでの演技、そしてそのままの作品ということで、そしてそのままのプロデューサーということでね、本当にちょっと、まあ、子供が主人公ですけど、やっぱりちょっと大人の人に見てほしい映画ですよね。若者ってっていう、どうなんですかね、まあまあ、いろんな人には見てほしいんですけど、やっぱりシニア層なんですか、ね、この作品の中では、私はあの一番子供に見てもらいたいです。なるほどなるね、もちろんあの年配の人にも見てもらいたいですけれども、今までの作品に対してよりも、この作品は、それがあの、まあ、たまたま小学生の子も出てますし、よね、あの何でもの義理の弟になるかみたいな、あの子なんかもやっぱりこの映画が大好きだって、自分が出てるってこととは別に、あの小学生の子が見てくれて、すごく良かったっていうのを聞いて、私はやっぱりあの、ああ良かったってすごく思いました。なるほどね。あのもっと見てもらいたいです、小学生に、やっぱりまあ親子で行くか、ちょっとお孫さんとね、おじいちゃん、おばあちゃんで行くかっていう感じですか。でもやっぱり、でも集まりがどっちかとおじいちゃんばっかりだったんでね、なんかおばあちゃんが出てこないのがまた不思議で。あの、そうでしたね。ほんで逆におじいちゃんが出てきて、お母さんが出てくるけど、お父さん出てこないっていうか、なんか、その辺の組み合わせも、とか、ね、思いながら見たんですけど、ね。まあ確かにおばあちゃんのことはちょっと考えてなかったんですけど、ね、まあその世代を、あの幅を持たせるっていうのは最初からあります。なるほどね。でもおじいちゃんっていうのはどうですか、もうおばあちゃんの代わりもはっきりでできるし、極端に言うたらお父さんの代わりもね、できるからね。だからそれで、多分それでこの作品はそれで片付くんでしょうね。と思います。今お話しさせて、あ、そうやさ、おじいちゃんはもう父親にもなれるし、そうやってその先ほど言いましたけど、その年齢差を感じない2人の関係性もあったんで、一瞬だから父親親子と間違うようななんか表現もあったしね、なんか今考えるとそうだよねっていう、その辺もだからあんまり感じかさせないっていう作品ですね。そうですね、ちょっと本当にほんわかしてほしいなと思います。はい、ちょっと今年ね、あの年頭からいろいろあったんでね、ちょっとたまにはこういうほんわかで気持ちを落ち着かせて、また今年一年皆さんにね過ごしてほしいなと思います。そうですね、まあその本当にこの世の中が混沌とした時代の中にあって、ほんわかとした先にこう希望が見える、小さいけれども、それは大事な希望なんだっていう、そのことが伝われば、と思います。ぜひともね、あの1月の中に見ていただきたいと思います。あの関西ね、いよいよ、まあ、東京関東の方はもう上映終わりましたけどね、今回、いよいよ関西で公開されますんで、関西の方もいろいろ見ていただきたいと思います。では最後になりますけども、またメッセージお願いいたします。はい、あの本当に幅の広い世代の方に見ていただきたいと思います。で、何事もないようなあの生活の小さな機微を描いていますけれども、やっぱり人が人と出会って、その中で人間は生きていく、人間は希望を見つけていく、やっぱり寺田も
あの77歳になって不安を抱えた寺田も、はい、お父さんが亡くなって不安をかか亡くなる前から不安を抱えてた七海も、はい、小さな希望をその人間関係の中で掴むっていう、これこそがやっぱり今を生きる私たちに必要なんじゃないかと思ってます、はい、そういう映画として受け止めていただけたらとても嬉しいです、はい、ありがとうございます。微力ですけども応援させていただきます。ぜひとも皆さん劇場の方に足を運んでください、はい、今日はお忙しい時間の中ね、お話しさせていただきましてどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。